それでは準備できました。女子1万メートル競走、日本記録は30分20秒44、新谷仁美さんの昨年マークしました記録。これに出場いたします選手は22名。それではスタート地点どうぞご注目ください。ラインナマー出発いたしました22名の選手、ナンバー1番から山本飛鳥さんエディオン、関谷夏樹さん大東文化大、西川真由さんスターツ、竹本佳菜子さんダイハツ、渡辺桃子さん天満屋、大東優奈さん天満屋、水口ひとみさんユニクロ、西田瑠衣さん地方銀行、杉浦ほのかさんニトリ、八尾桃子さん関西外国大学、義藤優香さん、地方銀行、室伏香音さん、大阪学院大学、長浜由美香さん、みどり、西谷さやさん、ルートインホテルズ、田池ほのかさん、大塚製薬、尾形聖香さん、ユニクロ、大塚恵子さん、キャノン、不破聖衣さん、拓殖大、斉藤佐藤奈々さん、資生堂、庄司舞さんユニクロ、平田舞さんワコール、太田琴良さん JP 日本郵政グループ、以上の出場です。先頭集団縦一列まもなく1周目1分14秒の通過です。昨日、小島さんが世界陸上標準記録を突破いたしまして、31分10秒02の記録をマークいたしましたが、その時と一周は同じラップです。さあ2周目 800m は2分28秒の通過です。昨日の記録よりも2秒速いペースです。前半から積極的に手に入れ飛ばしますのは原さん拓殖大学。まもなく 1000m、 その1000m、 昨日はペースメーカーによりまして出ておりましたラップタイム、 1000m の通過は3分5秒です。昨日よりも3秒速いペースです。桑さんあたりを先頭に 1200m を通過、その 1200m は3分42秒の通過です。この1周は1分14秒、昨日よりも2秒速いです。先頭は桑さん、続いてナンバー24番は佐藤さん資生堂、そして18番は田中ほのかさん大塚製薬。4位以下はほぼ集団で通過しています。
昨日の五島さんの 1600m の通過が5分ちょうどでした。さあ、不破さんのペッラップは4分57秒の通過です。4位のところはダフィー縦1列の大集団。ただいま6分。さあ、田さんの 2000m の通過は6分12秒の通過です。依然として昨日の五島さんよりも3秒速いペースです。1000m から 2000m が3分8秒、最初の 1000m が3分5秒。昨日五島さんは3分7秒あたりのペースに変わりましたが、このまま行きますと31分台、素晴らしい記録が誕生するペースです。先頭は拓殖大学不破さん、ホームストレート中央を通過です。次は 2400m の通過です。その通過7分26秒の通過です。第2位で追っておりますのがナンバー24番佐藤奈良さん、資生堂。そして18番は田中穂香さん、大塚製薬。不破さん、まもなく 2800m です。その通過は8分40秒の通過です。さあ、先頭に行きます拓殖大学の不破さん、このペースは昨日の五島さんよりも3秒ほど速いです。このまま行きますと世界陸上標準記録突破という大記録が誕生いたします。そして日本歴代の記録に近づきます。 3000m 9分18秒の通過です。依然として3秒速いペース。この 1000m が3分5秒です。
少しペースが上がっています。先頭は3200m の通過です。その通過は9分55秒の通過です。さあ、2位争いの方はナンバー24番佐藤奈穂さんが少しリードをしました。それを追って田中穂香さん、会長に飛ばしますのは先頭拓殖大の不破さん。 3600m の通過になります。その通過は11分10秒の通過です。さあ、昨日の小島さんのトラックよりも4秒速いペースです。さあ、4位に当たるところが縦1列大きな集団、ただいま11分45秒。昨日の五島さんの 4000m のラップは12分28秒。3秒から4秒速いペースで先頭を走りますのは拓殖大学の不破さん。12分20秒、まもなく 4000m、 その通過は12分25秒の通過です。さあ、4人集団、間もなく 4000m の通過です。13分5秒。第4コーナー終わりました。不破さん、次の通過は 4400m、 小島さんが13分42秒、不破さんの通過は 4400m は13分40秒の通過です。昨日の五島さん、31分10秒の記録を出しました時の 5000m の通過、前半 5000m が15分35秒、後半の 5000m も15分35秒、イーブンペースでの 1万m でした。
力への挑戦です。拓殖大学の技、まもなく 4800m、 その通過は14分54秒の通過です。依然として昨日のタイムよりも3秒速いです。さあ、5000メートルです。その通過は15分32秒の通過です。さあ、見ている人たちの応援を受け、そして応援は大きな記録に挑戦をするワクワクとするペースです。 5200m の通過16分8秒の通過です。現在先頭行きます。不破さんのペースは1万メートルの日本歴代記録でも5位あたりに相当する大変素晴らしいペースです。先頭の不破さん、まもなく5800メートルです。その通過は17分24秒。不破さんの現在のキャノンレース、過去の選手では7名しか出していません。それとほぼ並ぶ、それ以上のペース。その偉大な選手は新谷さん、渋井さん、福士さん、弘中さん、川上さん、衣川さんです。そして昨日の五島さん、どこまで記録を狙えるか。先頭に行きます拓殖大学の不破さん、まもなくフィニッシュライン通過で 6000m。 昨日の五島さんが18分42秒、それを依然として上回るペースです。いや、それ以上か。 6000m は18分37秒、昨日よりももっと速いペースに上がりました。先頭の拓殖大学の不破さん、このままのペースは間違いなく世界陸上標準記録突破です。弘中さんの記録が31分0秒71、これに近づこうとする大記録です。さあ、深澤は間もなく6400メートル。
6400m の通過は19分50秒の通過です。ここで昨日の五島さんよりも8秒速いペースになりました。ラップに後半の 5000m が大変厳しいところになりますが、先頭拓殖大学の不破さん快調に飛ばしています。 6800m、 その通過は21分3秒の通過です。昨日の五島さんと 6800m が21分14秒11秒早くなりました。どこまで記録を伸ばせるか。その不破さん、まもなく第3コーナーで 7000m の通過です。21分39秒の通過です。昨日よりも14秒早いです。このまま行けば31分を切ります。31分を切れば歴代で第4位から3位。さあ、先頭の技プラス 200m、 22分15秒の通過です。過去に女子のランナーで31分を切りましたのは3名、新谷さん、渋井さん、福士加代子さん、3名しかいません。このレース、この竹内スタジアム京都で歴史に残る大記録が誕生する可能性が十分に期待されます。高校生の補助員もたくさんここに手伝いに来てくれております。そういった若い人たちにもしっかりとこの走りを焼き付けていただきたいものです。7600m、 深さまもなく通過します。その通過は23分29秒の通過です。依然として30分台のラップ、拓殖大学の不破さん、周回遅れの選手を次々と抜きながら自分のペースを落とさないように、不破さん、まもなくフィニッシュラインの世界 8000m、 昨日の五島さんが24分59秒、不破さんはそのタイムを十数秒上回っています。さあ、その 8000m の通過は24分43秒
24分43秒の通過です。16秒早いです。先頭、拓殖大学の皆さん、ホームストレート中央のところを通過です。次のラップは8800m。その通過は27分10秒の通過です。オリンピックでの弘中さんの9000m が28分1秒でした。間もなく鐘が鳴ります。9600メートルの通過です。29
左側ランナー福士加代子さんが30分51秒の記録、日本歴代第3位。それに追いつこう、追い越そうとする福田さんの走り。さあスタンドの皆さんもどうぞ大記録に大きなご声援、拍手をお願いいたします。参ります。間違いなく大記録が誕生します。ただいま30分10秒、世界陸上標準記録突破、それ以上に素晴らしい記録になります。30分20秒。第4コーナー終わりました。拓殖大学の原さん、30分30秒、ラストスパートです。35、40秒、フィニッシュ、30分45秒までの記録。これは新谷さんに次ぐ日本歴代第2位の大記録です。素晴らしい記録、桑田さんありがとう。ただいまタイムの方は31分10秒。さあ高速の接続を頑張れ。31分20秒、さあ第2位で資生堂の佐藤さん、31分45。50秒、素晴らしい記録です。32分、第4コーナー終わりましたのは、ルートインホテルズの石谷さん、32分30秒。そして18番は大塚製薬の田中さん。さあ続々と入ってまいります。32分40秒、32分50秒、33分、ただいま33分20秒。33分30秒。最後の力を振り絞って33分50秒。34分。